BTS の年少メンバーであるユン・グクーク、ジョン・グクとジミン。ジミン、通称、グクミン、の2人が気ままに過ごす姿を追った旅行バラエティ、アーユーシュアー。Are you sure? の第3話が8月15日に配信された。グクミンの2人は2017年にも2人だけで東京旅行をした仲良しコンビで、兵役を控えた2023年にまたも旅へ。アメリカのニューヨーク。 韓国の最終島、そして日本の北海道へ向かったことが発表されている。8月8日に配信された第1、2話では、ユンブクークが仕事で訪れていたニューヨークから2時間の田舎町でのんびりとした時間を過ごし、15日に配信された第3話にはスペシャルゲストとして V も登場。韓国の最終島に向かった、以下、ネタバレを含みます。写真、可愛すぎ。 自民ユング・クーク &V の3ショット、スケジュールを知った V が、僕も行きたい、と急遽参加。2023年9月に撮影された最終島旅行には、自民とユング・クークだけでなく、同じ BTS の V も参加し、マンネライン、年下組が勢揃いすることになった。もともと予定されていなかったがグループチャットのスケジュールに、最終島の文字を見つけた V が僕も行きたい。 とスタッフに伝え、急遽参加することに、前回のニューヨーク旅行の際、自民がテヒョン、V の本名、似合いたいと話し、ユング・クークがテレビ電話をかけていたが、V のおかげで BTS のマンネライン全員での友情旅行が現実となった。二人だけでも十分に賑やかで騒がしいが、そこに V が加わったことで、さらに騒々しい旅に、 自民とユングクークがニューヨークでもやっていた即興劇を始めて、V に呆れられたかと思うと、今度はプール付きペンションで水鉄砲を見つけたユングクークと V が自民を攻撃。最初はユングクークだけだったが V も加わり、超至近距離で腹ばいになってスナイパーのごとく、自民を水浸しに。その後、自民が反撃に出るも、二人に返り討ちに会う流れはまるでコント。 マンネラ、3人伊藤おしい、3人ともおこちゃまでかわいいと SNS でも話題になった。自民、V、ユングクークの空気感と素顔が満載。後半ではクライミングやゴーカートができるアスレチックパークへ。身体能力が高く、怖いもの知らずのユングクークは、おたけびを上げながら、次から次へとクライミングにチャレンジ。一方、自民はゆっくりとクライミングをスタートし、 怖がりの V は自民が怖くないよというものから始め、見守ってもらいながら挑戦。三人のキャラクターがよくわかるシーンとなった。長年、共同生活をしていた彼らの関係性はまるで兄弟のよう。グクミンの二人が塞げたかと思うと、同級生コンビの自民と V が公園の遊具に合わせて不思議な動きをしたり、ユングクークと V の二人で自民をいじったり。 BTS のオリジナルコンテンツ制作のため、楽屋裏や移動中などで日常的にカメラに追われていた彼らは、Are you sure? でも常に自然体、誰か二人がふざけているともう一人は冷静に似ていたりする構図が面白く、マンネラインの空気感がよくわかる最終島旅になっている。番組中で流れる BTS メンバーのソロ曲にも注目。8月22日。 木曜日配信の第4話では、クルーザーで海へ。スモブリや釣りなど、海のアクティビティを堪能する模様で、3人の笑顔と笑い声に癒される時間となりそうだ。また、第1話では収録当時リリースしたばかりのユングクークのソロ曲、セブンが第2話では2024年7月にリリースしたジミンのセカンドソロアルバム、ニューズ、の収録曲、フー、を、 そして第3話では収録した2023年9月に発売された V のソロアルバム、レイオーバーの収録曲、スローダンシングが随所で流れていた。ジミンと V が移動中に J-HOPE の、アーソン、を聴いて盛り上がるシーンもあった。第4話ではどんな曲が流れるのかも楽しみにしたい。Are You Sure? 全8話は毎週木曜にディズニープラスで独占配信中。